世界気象機関は国際連合の専門機関の一つで気象事業の国際的な標準化と改善及び調整、並びに各加盟国、地域間における気象情報、資料の効率的な交換の奨励を主な業務としている。本部はスイスのジュネーブにあり国連開発グループの一員である1873年に創立された政府間組織である 国際気象機関が発展的に解消し、1947年に世界気象機関条約が採択され、1950年3月23日に WMO として設立された。翌年、気象学及びオペレーショナル水門学等、これらに関連する地球物理学の分野における国際連合の専門機関として登録された。2020年3月現在、 世界の186の国と6の地域が参加している。日本は1953年9月10日に加盟した、意思決定機関として4年ごとに開催される世界気象会議及び年に一度開催される執行理事会がある。また、執行機関として、総裁のもとに事務局、専門委員会、地区協会を置く。8つの専門委員会は WMO や加盟国、 地域の気象当局に技術的勧告を提供し、事務局長の管理下で事務局は約250人の正規職員とともに WMO の活動を支援し、調整する。WMO は気象に関する情報を必要とする国際民間航空機関などと連携して多くの気象業務に関する規定を定めている。ICAO と共同で世界空域予報システムを設立し、 ロンドンとワシントンを拠点に世界空域予報センターを設置して航空気象情報を提供している。WMO の科学計画のうち特に重要なものとして世界気象監視計画があり、各国の気象機関が実施している観測、気象通信、データ処理及び予報センターの機能を統合し、より気象情報等を効率的に提供することを目的としている。 特に、全球的、地域的なレベルの気象情報を各国気象機関へ提供するため、世界気象センター及び地域特別気象センターをそれぞれ指定し、各国気象機関間で効率的な情報交換が行われるよう調整している。WMC 編集、RSMC 編集以上が地理的な位置関係から地域に特化した機関として、 地域特別気象中枢に指定されている気象機関である。また、ヨーロッパでは広域をカバーしているヨーロッパ中期予報センターも指定を受けている。これらの指定された RSMC の一部及び別途に指定された複数の気象機関は、その活動内容に特化した機関として、特殊な気象観測活動及び情報配信の任務を担っている。以下に一覧を記す NMC 編集各加盟国、地域における中核的な気象機関が指定される。観測された気象データや予報データを送受信する気象通方式についても定めている。地上の気象観測地点で気象データの送信方式として用いられているシナップ、海上の気象観測地点で用いられるシップ、航空分野で用いられるミーターやタフのほか、気象衛星のデータを送信する方式など、 数十種類がある。それぞれ日地数で表現するブーファーと文字で表現するクレックスの2方式が別々に定められている。1950年3月23日に世界気象機関条約が発行されたことを記念して発足から10周年を迎えた1960年に毎年3月23日を世界気象デーと定めた。世界気象デーは国際デーの一つであり、 毎年同日には気象知識の普及や国際的な気象業務への理解を促すキャンペーンを実施している WMO 加盟国 WMO 加盟地域2020年3月現在世界気象機関の加盟メンバーは国連加盟国193カ国のうち184の国並びにクック諸島及びニューエの186の国 加えて6つの加盟地域を合わせた192の国と地域である。国連に加盟しているが WMO には非加盟の国は、グレナダ、赤道ギニア、リヒテンシュタイン、マーシャル諸島、パラオ、セントクリストファー・ネビス、セントヴィンセント・グレナディーン、サンマリノ、ツバルの9カ国である。また、バチカン及びその他一部の国、加盟地域は、イギリス領カリブ地域、フランス領ポリネシア、 香港、マカオ、キュラソー島及びシントマールテン、ニューカレドニアである。ありがとうございます。